今年郡山市に現れた正体不明の建物。見てください、あちら道路の真ん中にドーンと大きな建物が建っています。一体あれ何なんでしょう。一体何のために道路の真ん中に建てられたのか、町の人に聞いてみると。これって何だか分かりますか。ちょっと分かんないね。ちょっと分かんないですね。分かる？分からない。おもちゃできたし正体不明のこの巨大な建物、気になる、実に気になる。現在夜8時過ぎです。あの道路の真ん中に立っている大きな建物の中に今日は特別に入らせていただくことになりました。今回特別に許可をもらい潜入調査開始。中に入っていくと、高いところ大丈夫ですか。こういう下に5メートル。わあ、すっごい、こんなに下。道路下には謎の地下空間が作られていました。これはもしや何かの基地なのでしょうか。うわあ、道路の下に入っていくってことですよ。そう、道路の下に入っていく。うわうわうわ。さらに道路から10メートル下まで降りてみると、直径およそ4メートルの巨大なトンネルが。ってことは道路の下にトンネルを掘ってたってことですか。そういうことです。この巨大トンネル、そもそもなぜ作られたのでしょうか。雨水を一時的に貯めるというものを今道路の下に作っているというところでございます。午後4時半ごろの郡山市内です。道路がこのように川のようになってしまっていて、水も私の膝下ぐらいまで上がってきています。郡山駅前の南部に位置するこのエリアはゲリラ豪雨があった際に床上浸水などの被害が多発していました。原因は今までの排水管では大量の雨水で容量が足りず地上に溢れてしまっていたからです。そこで新たに貯留管を排水管の下に整備し、激しい雨が降った時に地上で溢れてしまう雨水をこの中に一時的に溜め、雨が止んできたらポンプで雨水を汲み上げ、これまでの排水管に流しトンネル内を空にするという仕組みです。貯留の量は6660立方の雨水を貯められるものになっています。その長さは530メートルにまで及びます。この写真は何ですか。これは地上のこの上にどういうものが建物があるかっていうことを。地下を掘る際には道路の沈下などを防ぐため、地上にどんな建物があるのか確認しながら作業を進めているそうです。なんだか先端が見えてきました。貯留管の先端に到着。この先端の反対側には土を掘るための円形状の機械がついていて、ミリ単位で方向を定めて地中を掘っていきます。その機械を特別に動かしてもらうと、動かして、何も聞こえないすごい音、振動がすごい、すごい力がかかってるんだな。ものすごい力だから、だから全部で押すのは最大で言うと1920トンぐらいの最大出力があるってこと。これ地上にいたら分かんないですね。だ、地上で何も音もしないですか。ここだけです。この貯留管は来年の梅雨の時期には運用を始めたい考えで、道路上の建物も撤去されます。この貯留管で全ての浸水被害が防げるわけでは決してありませんが、いざという時に
避難までの時間を確保することもでき、メリットは大きいといいます。市では説明会を実施しながら、改めて住民も防災への意識を高めてもらうよう努めています。今日も災害に負けない街を作るために、道路の真下で懸命な作業が続いています。